外観内観内観鳥取バイオリン製作学校三笹バイオリン美術館は鳥取県東白郡三笹町の三笹温泉にある美術館1984年に開館した三笹バイオリン美術館はバイオリン職人が楽器を作り始めるところから演奏家が音楽を奏でるところまでを一堂に見ることのできる国内随一の展示施設である1階では 職人が楽器を作ったり、音色を調整する様子を間近に見ることができる。また、一流のバイオリン職人を目指す生徒たちが修行している様子も見学できる。2階は音楽ホールとして利用されており、豊かな残響に囲まれる中で演奏家の奏でる弦楽器の音色に耳を澄ませることができる。2013年以降、ミササバイオリン美術館を管理しているのは、 ミササ原楽プロジェクトという団体であり、ミササ町を原楽器の聖地にするという志のもと、組織された団体である。建物は、合唱作りを模した設計で、その広く高い内部空間によって得られる、豊かな響きから、コンサート会場としても評価を得ている。なお、美術館には隣接する倉吉市を、長年活動の本拠とした、版画家。 長谷川富三三郎の作品約450点が所蔵されており、以前三笹町直営の三笹美術館だった当時は常設展示コーナーが設けられていたが、2013年の民間委託、名称変更後は展示されていない。ありがとうございます。